行ってらっしゃい。お父さん今日これから帰ろうですね。でお仕事。おはようございます。あ、何してんにょ。なんかあるにょ。てか必死になって撮ってますけど、何撮ってるんですか。ゴミだけど。これはなんか気になったにょ。そうなんですか。伸びしてますけど、行きますよ、タミちゃん。私、アメ横行きたんだよね、寝てたんだけどね。シュッとか言って。いいの、ないよ、何も。これ下ね、隙間があると見るんだよね。オーブンの下とか見るのもすごい好き。チェックしてますね。何君、今日は朝からお外見てるんでしょうか。そうなの。はいよ。そこはいいんだからね、パソコンダメだけど。まあ、タミちゃん。いいよ、何か好きにしてなしゃ。ふみは定位置ですね。みんなで寝たんだよね、昨日もね。おはよう、ふみちゃん。おはよう。グーボーね。サミちゃん、早いな。さっきまで何くんチェックしてたのに。タムもおはよう。グーベイビーね。今日もまだね、風がね、強いんだよね。夜中もね、ゴーゴー言ってた。でもね、ポカ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 してて、なので何くん窓際にいるんだと思うんだけど、日光浴してるんだと思うんですけど。風がなければね、超日向ぼっこ日和かなと思いますが、とりあえず今日はなんかわちゃわちゃしようっていうよりかは、ビデオの編集したりちょっとやりたいなと思ってることをして過ごそうかなと思っております。とりあえずね、お洗濯しましょう。午後のお外探索タイムです。とってももう夕方なんだけど、家の中でこちょ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 いろいろしておりまして、まあビデオの編集とかね、集中するとあっという間に時間が過ぎるんだけど、あれなんか外から音がすると思って、草刈りがゴルフ場のね始まって、ふとね外見たら、あ、なんかちょっと赤いと思って、もう夕方だなと思って、まあちょこ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 この子たちおトイレ行きたいってね、ポミ教えてくれるから出てるんだけど、ちょっとゆっくり遊ぶ時間取ってなかったなと思って、草刈りしててちょっと音がうるさいですが、今アショんでおります。お嬢お嬢、そろそろ寒いんじゃないんですか。もう寒いんじゃないんですか。ママあんよ、冷たくなってますよ。サムちゃんは、あったかい。でもサムちゃん手足めっちゃ冷たくなるからね、あったかいね。ねんねしてたからかな。あったかい、よかった、冷たくなってなくてね。ねんに、あー、サムちゃんあったかい、くっついてるとめっちゃあったかい。サムちゃんあったかいにゃー。サムちゃん体温高いもんね。そうだよね、一番うちの中で高いと思う。ポミのが冷たいもん、体自体は。ねーに、なーに、なーに、なーに、かいかいかいして、にゃーに触れだね。はいはい、甘えん坊さんなのでね、うちのサムちゃんは。結構好き勝手一人でなんかしてる時もあるけど、かまってちゃんモードの時はずっとこんなですね。にゃーに、あ、お尻で引っ張っちゃいけないでしょ。草刈りしてるからなおさらね、怖いんだと思う。いいよ、ナムちゃん、遊んどいね。怖くないよ。大丈夫ね。よ。ポミ君遊んでるじゃん。ポミ君と一緒に遊んでらっしゃい。多分ね、完全に日が暮れるまでね、あと1時間もないと思うので、もう少しね、霧がいいところまでね、いろいろ進めて、ご飯の支度などもね、どんどん進めていかなきゃなと思っております。全然ビデオ更新してなくて大変申し訳なかったんですけど、特にこれだけ何もしてないからなんだけどね。ね、ポミ。そういえば土曜日にお家の中に飾ったバラがもうね、サニくんかじってるし、かわいそうなことになってるので、私はこの子を狙ってたんだけど、どうかな、いいかもね。この子でもいいかと思ってたんだけど、もうちょっと開いたら飾ろうかな。カウテンの中いっぱい草生えてるし、ちょっと苔生えてるけど、お水出さないとね。サブちゃんも遊んでおります。じゃあもうちょっと遊んだらお家入りましょう。それでは近所一周ですね。お散歩に行ってこようと思います。お散歩行く前にね、1本パウンドケーキ焼きたいなと思って焼いたのと、あと作り置きのね、常備菜を2品作りまして、でこの子たちのご飯もね、ほぼほぼ完了してるので、お散歩から帰ったらお父さんのお弁当とか自分たちのね、今日はね、私もお父さんもね、残り物を食べていこうと思ってるので、まあそれの準備とかしていこうかなと思ってます。あともう1本パウンドケーキ焼こうかな。お仕事中ですね。結構この道のこの電気がね、切れてるところが多かったんですけど、交換してつくようになってますね。今日は二股に分かれなかったですね。ゴミが早く行こうって言ってる。
帰ってきました。サリ君もご飯って出てきてますけど、登りましたが、今日あったかいなと思ってマサみたいにお洋服着せたんだけどね。そしたらお家の中オーブン使ってたから暑かっただけで絡んでるけど、ちょっとめっちゃ寒かったね。ねナムね、ちなみに第1弾のパウンドケーキ今冷ましてるところなんだけど、こんな感じ。この前スコーン作った時の甘栗が余ってたので、ほうじ茶と同じ組み合わせなんだけど、甘栗でパウンドケーキを作りましたので、これ冷めて型から外したらね、次の焼こうかなと思ってて、別に何かっていうわけじゃないんだけど、今日はねパウンドケーキを焼きたい気分なのでね、一気に2本焼いちゃおうと思っております。お腹空いたからね。お腹空いてんの？おいしょー。あんよ拭いてね、ご飯にしましょうね。サディ君ご飯これじゃないって言ってるね。なんか他のおやつあげようかな。ホワイトフィッシュのおやつ、フリーズドライのねあげようかなと思いますが、ポメとサムもねご飯にしましょうね。超テンション上がっておりますけれども、いい匂いするからなんですね。ダメよ、おしわりちゃんとしてください。今日はねこれでねサンプルのご飯なくなるんですけど、でもね大きい缶詰なんだけど、ターキー&スイートポテトって書いてあった気がするの、このやわやわのタイプね。梅キャベツとささみチーズロールですね。食べんにょ、お腹中いたにょ。サディクどこ行こうとしてるな。お手よし、食べなさい。いいですよ、ゆっくりね、ゆっくり食べてね。ボミちゃんやわやわの野中、タムちゃんは、タムちゃんもご飯食べる。お手おかわり、よし食べなさいですよ。上手でした。おいしいシャシャミ。やわやわのご飯はどうかな。あ、食べてるね。オッケーですね、警戒ゼロでございました。今日はよかったです。ゆっくり食べてね。あ、ボミもう終わってる、早。ポミ食べたね。ナムちゃんずっと舐めてますけど、ポミの皿も舐めいった。ヤグルトちゃんしますか。悪い顔してるタムちゃん。なんでタムちゃんその悪い顔してんの。何、あ、二人で悪い顔してる。何その悪い顔してんの。うわ、仲良しはしてご飯食べるんだから、取らないでよって言ってるのね、お互いにね。知ってるよ、ダメよ。ポミちゃん舐めたら血まみ食いダメよ。タムちゃんどこ行ったの。あ、いた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 、ありますよ、あなたのも。はい、おしわり、ポミお手、おかわりは、おかわり、コーラ、ポミやめなさい。ノーよ、ダメ、ダメでしょ。よししてないときはダメって言ったじゃん。最近おかしいよ、ちゃんとしよう。お手、おかわり、おかわりは、ノー、おかわり、おかわりどっち。そうそうそう、もう一回、お手、はい、もう一回おかわり、はい、お手、もう一回、もう一回、もう一回、おかわり、お手は、お手、おかわり、あ、じゃあいいよ、よし食べなさい。ポミちゃん、なんでできなくなるのよ、もう。あなた8歳よ、8年間できたことができなくなるってどういうことですか、もう。タムちゃんは、タムちゃんも食べる。おしゃれできないんだろうね、困っちゃうね。お手、これおかわりじゃん。はい、お手は、さあもうおかしいな、洋服着るとダメだね。はい、タムちゃんお手、頑張れ、お手、お手ちょうだい。あ、ポミが狙ってる。ポミ終わったの。お口ヨーグルト豆ですけど、あらららら、タムちゃんできなかったの。はい、じゃあよし、いいよ、食べなさい。タムちゃんいいよ、よし。タムちゃんお洋服ダメ。お洋服着てるとできないの。なんでだろうね、変だね。ね、あ、ポミちゃんお口の周り超綺麗になったじゃん、綺麗になったじゃん。舐めたの自分で。あ、まだついてるね、綺麗してね、自分でね、上手できるもんね。おい、すごいな、顎のところが。もうサビちゃんお洋服脱がせないとダメそうですね、今後ね。ポビ君もごちそうさまね。うん、ごちそうさまでした。のんびりしててくださいね。タムちゃんもね、食べ終わったらね、お父さん帰ってくるまでのんびりしてようね。それでは私ご飯食べようと思うんですけど、ちょっと前にね2本目のパウンドケーキを焼き始めたので、とりあえずご飯食べようと思いますが、これ昨日炊いた味ぽんのご飯ね、とこれ昨日のリブ、ちょっと多いので、これお父さんと半分こうなんだけど、チキンのピカタをね月曜日かなに作ったので、それも残ってて、それをお弁当に入れるように作ったんだけど、もうそろそろ食べきった方がいいなと思うので、お父さんにはそのピカタとリブですね、あとサラダは適当サラダね、昨日ちょっと余ったので、それにね具材を足して2日目なんだけど、あとポテトサラダと、昨日ね酢キャベツを作ったので、それを一緒に乗せました。以上になります、いただきます。本日2本目のパウンドケーキも焼けました。これはさつまいも、さつまいもが大量にあったので、さつまいも全部入れちゃったんだけど、ほんとほうじ茶の方もなんだけど、半分にして、半分はラム酒をわー塗って、半分はねお酒塗らないタイプにしてて、好みでね食べれるようにねしておく
こうかなと思っておりますが、とりあえずね、粗熱が取れるまでね、濡らしたキッチンペーパーかけてね、置いておこうと思います。お父さん帰ってきたかな。なんか歌歌ってない？あ、ゴミのびしてる。あらら、サムちゃんそれ何着てんの？お父さん帰り。ただいま、ただいま。歌着ないでいるでしょ？サムちゃん、サムちゃん。なんかおばあちゃんみたいになったね。なんかちょっとね、キチネさんの服。ただいま。うん、帰りてんにゃん。ありがとう。サムもだって。サムちゃんは？サムちゃんおいで。サムちゃん尻尾プリプリしてたの、お父さんとおしゃれっておいで、うぇいねー。なんだおばあちゃん、おばあちゃんブカブカじゃないよ、なんか。でも長さが合うやつはブカブカなんだよ、やっぱりね。うん、あったかいこれ、よかったね、たまもね、夜ね、行きましょう。あ、ポミおもちゃ持ってきたよ、お父さん遊ぼうって言ってるよ、ほら。こんな感覚するおいしい。じゃあお父さんお着替えしてきてね、ご飯にしましょうね。なんかおやつ、お土産持ってきたよ今日も。これもこの前お土産持ってきたのね。今日はこれ何？あ、マドレーヌだ。コスコで売ってるやつだね。今日ご機嫌だね、歌歌ってるよ。お父さんルーティンのゲームタイムが終わりまして、今なんかチェックしてるけど、今何時？あ、もう12時過ぎたよお父さん、うん、もう風呂入って寝ないとね、うん、サブちゃんあんなとこに変な体勢で顎置いてますけど何してんのよ、ニャムニャム。サニックとポミ君はね、一緒にねんねしてますね。一瞬お父さんがここに来た時にサニック出てきて、お帰りって言って顔見てたけどね。サニックお父さんに挨拶してたよね。シャムちゃんどうしゅんの？シャムちゃんそこにねんねしゅんの？いいね、あったか。お父さん、お父さんシャムシャム言ってるけど、そんな短いの履いてるからよね。シャムちゃんみたいにあったかくしなしゃいって。まだそれチェックすんの？チェック、チェック。分かった。とりあえずお父さんがそのチェックが終わりましたらお風呂入りましょう。チェック。今日はサニックとポミクだけですね。お父さんね、ソファーで寝ちゃってこっそりゲストルームに移動したんですけど、サムちゃんいないっていうことはサムちゃんも一緒にゲストルーム行ったんじゃないかなと思ってます。サムちゃんお父さんと一緒に寝たいからね。サニックおやすみ。サニックいいね、いいとこ見つけたね。ずっとここあったんでしょよ。もうここは俺の巣だぞって言ってね、出てこないのね。朝のパトロールとご飯の時間だけ出てくるの。あとはここずっといますね。今まで気に入ってたさ、トイレのね、棚とかここもう入らなくなって、最高にいい場所見つけちゃったみたいになってるんだと思うんだけど、サニックはね。ごめん、サニック近いなと思ってるのかもしれないけどね。サニック確かね、これを買って引いた時にすぐにチェックにね入ってきてたと思うんだけど、その後ね入ってなかったんだけどね。まあ寒くなったからね、あったかいとこ探しててね、見つけたってなったのかもしれないんだけど、ここ本当にあったかくって、風が通らないから、四方囲まれてるからね、めちゃくちゃですね、足を舐められてますけど、まあ、あったかいんですね。サニックいるでしょ、ポミもいて、みんなで固まってるともっともっとほら、こう動物のぬくもりっていうのかながあって、さらにあったかくなるから、ここすごいポカポカしてて居心地のいい空間なんですよね。私もたまにねここ入るんだけど、サムちゃんが入ってない時とかここに体育座りとかしてるんですけど、サニーとねポミがいる時ね、すごい気持ちいいの。そのまま体育座りしたままね寝ちゃいそうになる、そのぐらい居心地のいい空間ですね。で、狭くて暗いところめちゃくちゃ好きだからっていうのもあるのかもしれないけど、ママもお邪魔させていただくんですよね。タニック、みんな仲良しでねねできて嬉しいね。サニーね、ママもここに入って一緒に座らしてね、またね、お願いね。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ。おやーちゅみ。おやゅみ。タニクくっぽい。おやーちゅみくっぽい。おやーちゅみ。よく見たらポミくんが苦に2つ持ってる。この奥にオレンジがあるの見えます。これオレンジ、ブルー、2つ持ってる。すごいじゃん、ポミくん。2つ持ってるじゃん。ねえ、独り占めしてるじゃん。それサムちゃんの仕事なのに。ポミもしたの。ポミくんよくやった。ちゅうお兄ちゃんだ。ねえに、笑顔にゃんの。サムちゃんいないからできるんだよね。サムちゃんいたらお喧嘩だな。ね、タニクいるの？いいんだよ、タニクいるんだよね。ポミくんもおやすみ。こんな近寄って。てるのなかなかないよ。ポミほんとサニック恐れ多いからさ、もう嬉しいんだろうね。ポミはね、めっちゃ笑顔だし動かないし、もともとねサニーはね、まったりゆったり過ごせるのであれば誰がどこにいても気にしないタイプの子だから、めちゃくちゃ彼甘えん坊さんだけど兄貴分は兄貴分
だからね、うちの子たちの中では。前もお話ししましたけどね、ベビー好きだからサニクね、お腹の中入れて寝たりするのね。まああったかいからだとは思うんだけど、まあ大人になるとねそういうこともなくなるんですが、だけどなんかサムちゃんがねくっついてってもね全然気にしないで寝てるしね。サニーはねあったかい方がいいから、でねぬくもりがあるとね安心するからね。人も動物もみんなそうだと思うんだけど、ちょっと距離はあるけど多少のね、こうやって一緒に寝れるっていうのはねサニーにとってもいいことなんだよね。まあだからポミがね遠慮せずにねもっと靴で寝られるんだったらね、寝ても全然ねサニー君はね気にならないんですね。むしろ歓迎なんですよね。そうなのよポミちゃん、サニー君ね一緒に寝るの好きなんだよ。ポミ知ってた？でもポミ一匹狼なんだよね。だけどサニー君がこうスーッと入ってくと後ろついてって一緒に入ってくの。いいにゃん、サニー君好きだもん。でもポミ君最近ちょっとフライング多いんでしょうけど、フライングというかお手もおかわりも待てもしないでヨーグルトちゃん食べちゃう子誰？ポミだよね。なんでかにゃん、サムちゃん取られちゃうと思ってるの？大丈夫よ、サムちゃん取らないよ。でもサムちゃんポミ君のもの一度も取ったことないじゃん。ご飯はガニガニは取るけどね、うん、ガニガニ取られるからご飯も取られるんじゃないかと思ってるのもしかして、うん、まあそりゃそう思うだろうね。でも大丈夫よ、サムちゃんやったらママメッシュるから大丈夫よ。ガニガニの取り合いの時もメッシュするじゃんママ。ダメよって、2人ともそういうことしちゃいけないよってね。そうでしょ、ポミ君は取っちゃいけないんだよって。サムちゃんメッシュするでしょ。だから大丈夫よ、落ち着いてゆっくりご飯しましょう。でポミ君今日も一日ありがとうね、ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやにゅみ、ポミググッポイ、おやーちゅみグッポイ、おやーちゅみ。さてとお父さん、そしてサムちゃんいるかしらね。うー言ってる、私いるわよ言ってる。やっぱりいた、うー言わないのママじゃん。サムちゃんお洋服着てるけどいいの？シェータちゃんのままねんねするの？お父ちゃんと一緒に脱ぐの脱がなくていいのどっち？あったかい方がいい？脱ぐかね、これあったかいもんね、お父ちゃんのかけてるやつね。脱ぎましょう。脱いだわよ言ってますけど、ねえねえ脱いだにゃんしょか。はい、タムちゃんおやすみ。いいね、お父ちゃん。タムちゃんだけ連れてきてくれたの？一緒に入ってったんだよね。くっついてったんでしょ、どうして。兄貴たちは一緒に仲良しねねねしてるよ。タムちゃんお父ちゃんと仲良しねねしゅんの？いいね。タムちゃん特別だね。甘えん坊ちゃんだし、寒がりだから最高なんだろうね。お父さんと一緒に寝るのがね。ね、タムちゃん。よかったね。タムちゃん明日お父ちゃん起こしてあげてね。明日お父ちゃん起きなしゃいよ、しゅるんでしょ。ペロペロするんだよね、お顔をね。寝起きる愛をするんだよね。とってもいい子なんだ。眠いにゃん、ダメじゃのね。そうしてるときは眠いときでしゅ。眠いにゃん、眠いよね。今日も一生懸命遊んだもん、眠いよね。ケアして、キレキレして、一番大好きなお父さんの綾のところで寝てくださいじゃ。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。ダメじゃグッベビー。おやちゅみくベイブ、おやちゅみ。お父さんも今日静かに寝てますね。はい、お父さんもおやすみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま2時になります。お父さんはですね、ご飯食べた後ソファーでゴロゴロしてて、まあ、そろそろお風呂入ろうかなって私ねビデオを撮ってたと思うんだけど、ビデオを止めてふっ止めたら寝てて、え、この一瞬でと思ったんだけど、おっとっとと思ってお父さん寝ちゃダメだよって言ったんですが、まあもう手遅れでね寝ちゃったので、じゃあもう少しだけビデオ編集しようと思って編集して、シャワーを浴びに来たらどうやら目が覚めたみたいで、こっそりねベッドルーム入ってきて、そこから枕だけ取ってゲストルームに行ったようですね。まあね、ソファで寝るとね腰に良くないっていうのはね本人もよくよく分かってるみたいなので、まあ何のねベッドメイキングもしてないけど、まあとりあえずベッドで寝てくれてるのでいいかなと思っております。本日はですね、日中ねずっとビデオの編集してて、ずっとでもないんだけどお掃除したりとか家事もしてたんですが、基本的にはねビデオの編集しておりまして、それでなぜかパウンドケーキをですねとにかく焼きたい気分になりまして、お家にあるもので何できるかなと思って、で2種類ね焼いたんですけど、あの型は結構大きくって、それにパンパンね2本焼いたから相当量のですねパウンドケーキが今ありまして、お父さん帰って
ってきて、ラップに包んでカウンターの上に置いてあったんですけど、これはいつ食べるのって何回か聞かれて、今日食べてもいいけど明日のがいいと思うよって言ったら、ふーんって言いながら、もう多分諦めて自分が持って帰ってきたマドレーヌ食べてたんですけど、まあ、とりあえずね、明日のねティータイムで出そうと思ってるんですが、まあ、とにかく大量にあるから毎日ねちょこちょこ食べていきたいなと思っております。まあ、ということでですね、今日もね遅くなってしまいましたので、この辺りで終わりにして電気を消して休もうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。